ギガ連射。さあ、今日やっていくのはこちら、クターの穴でございます。わからん。ただ、なんとなくこの、頭の懐中電灯をつけてる、頭のこのライトつけてる様子とか、このツルハシ持ってる様子から、なんか洞窟探検感はあるよね。英語のタイトルは The Deepest Cave。最も深い穴という感じですけどもね。どんなゲームなのかな。はい、まずはあらすじから、笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、リンゴがたくさんある深い穴を見つけた脅威の無表情キャラクター。小型のプロペラを背中につけて穴の中を飛びまくっていった。穴の壁に当たらないようにマウスでクターを操作してリンゴをゲットしよう。壁や工事中のクターに当たるとゲームオーバーになっちゃうぞ。はい、300血、あ、ちょっとあれだね。300血を超えるとスピードアップするので注意らしいです。はい、これもね、シークレット系のゲームなんですよ。あのデルデルマシンで出さないとできないやつなんで、まあ、今しかできないって感じなんですが、さあ、どんな、うお、はあ、この心って人はどうしたの、一体全体何が起こったらこんなスコアを。やってみましょうか。とりあえずやってみよう。ヘタレとアグレッシブで取っていく。なるほど。前で取っていくっていうことね。あ、下だったね。取れたみたいだね。これ当たったらダメなんだよね。ね、当たってもいいのか。割と300ぐらいはいけそうな気がするけどな。スピードアップまではこぎつけれそうじゃない？この感じ。作業員当たっても大丈夫？この辺りからスピードが速くなる。速くなるね、確かに。ああ、なるほど。まあいいでしょう。まあ、分かったよ。ゲームとしてどんなのかはね。初チャレンジで383血。しかしだ、1万はいかんだろう。その次の2000も。もうすごいなんかゾーンに入ったのかな。あ、ちょっと一つ確かめさせて。一つ作業員に当たったら死ぬのかどうかだけ確か。300まで死なないみたいな感じで。あ、やっぱ当たったら死にますね。作業員クターに当たったら死にますね。クターっていうのが固有名詞なのか、固有名詞なのか、名前なのかがよくわからない。さっきのあらすじでも、作業員のクターにって書いてあったけど、クターの中にも色違ってる奴らは名前が違うじゃないですか。チェリーとか、チークとか、グレープとか、スモークとかね、名前あるじゃない。で、これで作業員のクターたちも色はついてるし、ね、クターと明らかに色は違うじゃない。これは、でもこいつらクターなんだよね。クター種なのか、クターは名前なのか、この茶色いやつだけがクターなのか、その辺がね、未だ判然としてない。どういうくくりなのかが。まあ、知らない方がいいかもしれないね。クターの知ってはいけない秘密の一つなのかもしれない。リンゴを取ることにあまり躍起にならない方がいいような気がするな。冷静に。あと、アグレッシブと、ヘタレの、とかもあんまり意識しない方がいいような気がするね。そんなに後ろにいようが。もう、無言ですね。ダメだ。ディープ、深い穴っていうのは、横穴でも深いっていうのかな。ね、その辺。あ、はぁ、二択で失敗して上もうダメだっていうのもあった。あ、コネクトエラー。もう一回やります。コネクトエラー出たんで、もう一回やります。今度こそラストにする。あ、すごい。見て。クリックしたら、電気消えた。何の意味が。クリックしたら、ライトは切れるけど、これに一体何の意味が。ポイントアップしてる？パッと見ポイントアップとしてる感じはないね。わからん。
わからんね。やっぱつけていこう。つけない方がパソコンへの負荷が低いとか。これより上にはいかないな、多分な。なんかちょっと角つきとかも含めて。やめだ、もうやめだ。青いリンゴを取ったら、無敵になるのかなと思ったら、そんなことはなかったし。ああいう、上に行ったらもう積むっていう、ああいうところが出てくると、したら、絶対こう、腕を磨いていったとしても、そういうのにはまって死にそうだし。いや、上の奴ら、やっぱすごいな。すごいな、こいつら。ということで、クターの穴でした。まあ、ちょっと、消化不良な感じもしますけど、今日はここまでにします。ほなまた。